はい、本日は南海ホークスの昭和50年代のドラフトを振り返っていきたいと思います。私の一番注目していたのはですね、昭和51年に秋田商業武藤和邦選手を1位指名したわけなんですがね、拒否しましてね、法政大学へ進学するわけじゃないですか。じゃあね、4年後のね指名ってどうなったのかなっていうところなんですが、まあこれはね51年のところでねまた紹介したいと思います。まずは昭和50年ドラフト1位は関西六大学野球リーグで39勝をマークしました近畿大学森口正美選手。3年目9勝10敗、4年目9勝10敗4敗、5年目3勝14敗とね、この3年間ね規定に乗るわけですかね、ちょっとね負けっぷりがという感じですよね。そしてですね、まあ、3位は立石光雄選手、まあね、以前動画にも挙げさせていただきましたね。まあね、パリーグ初の背番号0ということですよね。そしてね、隠し球成功もその後丸々っていうのはですね、まあね、立石選手のね動画を見ていただければと思います。昭和51年冒頭でもお伝えいたしましたように、秋田商業武藤和邦選手を、ね、1位指名するもね入団を拒否するわけなんですよね。まあ、4年後にですね、またね指名するんですかとね、まあ、当時のねスカウトにね聞いたところね、スカウトがね4年後はね武藤君を抑えられるねピッチャーを取りたいとねおっしゃってたというのはね、ちょっと雑誌に載ってて、ね、なんとなくね私覚えてるんで、ちょっと、ね、昭和55年がねちょっと楽しみですね。2位は久保寺雄二選手でね、まあね26歳という若さでね亡くなれたというのはね非常にね残念な選手ですよね。そしてこちら4位、村上幸弘投手、会社に遺留されたということもありまして1年遅れで入団。1年目に40試合に登板、5勝8敗3セーブ、3.61 という、ね、成績でね、回送球投手だったわけで、ね、ちょっと、ね、その球の範囲の、ね、覚えてるんですけれどもね、新人王も獲得されております。昭和52年、1位は中出健二捕手、まあ、即戦力の、ね、キャッチャーということなんですが、野村克也監督がまあ解任されてですね、まあ、ロッテ移籍ということで即戦力のキャッチャーが欲しかった。南海ホークス1位で、ね、中出捕手を指名したわけなんですが、10年間で95試合で1割9分4厘とね、まあね、ポスト野村克也にはね、ちょっと慣れなかったわけですよね。昭和53年は江川卓投手を1位指名するもね、抽選で外れまして、高柳英樹選手をね、1位指名するわけでございます。そしてですね、これ3位でね、串本高校の岡本光選手をね、まあ、指名しているのをちょっと覚えておいてくださいね。高柳選手ね、開幕からね、スタメンで出場するもね、1年目42試合で1割9分1厘と結果を残すことができなかったわけなんですが、昭和59年にはね、左ピッチャーに強いということでね、そういう起用もね、増えましてね、8本塁打するわけですから、すべて左ピッチャーからということで、で通算でもね、13年間プレーされまして、48本塁打、2割4分9厘の成績を残されております。4位の吉田博之氏はですね、まあ、後にね、ドカベ香川選手と正捕手争いをするわけですが、63年124試合、平成3年は121試合とね、まあ、正捕手としても活躍されましたね。通算でも2割4分1厘、40本塁打をね、打っていらっしゃいますね。昭和54年は岡田彰布選手を指名、抽選でね、敗れまして、当時26歳の名取投手を指名、まあね、12月には27歳になるね、オールドルーキー1年目からね即戦力と期待、30試合に登板5勝2敗 6.45 という成績を残されるわけなんですが、翌年ね開幕直前にタイロン選手との交換トレードでね、なんとね西武ライオンズへね移籍、ドラフト1位で入ってねわずか1年というねかなりねレアなケースですよね。新谷牛島和彦投手とね並勝でね甲子園を沸かせましたドカベ香川信之選手なわけなんですよね。昭和58年にはね、落合選手とね、首位打者争いを、ね、するわけなんですけれどもね、保証もあったようにちょっと離脱するわけでね、規定打席にね、到達することはなかったわけなんですが、105試合で3割1分3厘、15本塁打のね、活躍をね、されるわけなんですが、通算でもね、2割5分5厘、78本塁打というね、成績を残されております。3位の山内貴成投手はね、1年遅れての入団になるわけなんですが、以前動画にも挙げさせていただきましたがね、7年連続2桁勝利も9年連続2桁敗戦とね、ほんとね、なんか低迷期を支えたエースなわけじゃないですか。通算でもね、100勝マークされていらっしゃいます。そしてね、武藤拒否から4年後の昭和55年、1位はね、山内和弘投手をですね、まあ、入札1位するわけじゃないですか。山内投手がね、まあ、武藤投手を抑えるピッチャーというわけじゃなくて、もう即戦力としてね、多分ね、欲しかったんだと思うわけなんですよ。まあ、山内和弘投手もですね、山内貴成投手とともにですね、まあ、5回2桁勝利、18勝で最多勝を獲得されるもね、まあ、中日ドラゴンズへ移籍して、最終的に、ね、通算97勝でね、引退されていらっしゃいます。そして、ね、武藤選手といいますとですね、なんと4球団競合でね、2指名されるわけで、抽選の結果ね、ロッテに入団されましたね、まあ、77試合で5安打、1本塁打、1割2分3厘というね、成績に割れてるわけなんですがね、なんと南海ホークスはですね、2位でね、武藤選手指名してるんですよ。そしてね、まあね、外れたということで、こちら、井上雄二投手をね、指名するわけなんですがね、やっぱり武藤指名するんかいっていうとこですよね。そしてですね、まあね、この井上
上投手はですね、結構活躍されたわけじゃないですか。2年目はね、5勝マークされまして、8年目には8勝3敗20セーブ、9年目はね、これ大栄1年目になるわけですが、6勝2敗21セーブとね、2年連続で20セーブ上げてね、ホークスの抑えの切り札として活躍されていたわけですよ。昭和56年は金城信夫投手で入札1位するわけで、このくらいからですね、なんかね、高校生ピッチャーをね、なんかよく1位指名する傾向にね、あるわけじゃないですか。そしてね、先ほどの武藤選手同様ですね、高校時代にね、3位指名しておりました岡本光選手をね、社会人になってからね、ここ5位指名しているわけなんですがね、ここはね、残念ながら拒否されてしまうわけなんですよ。そしてね、翌年ね、巨人に2位指名されてね、岡本投手ね、入団されていますね。1位金城信夫投手はね、残念ながら1軍試合出場なしというね、ことでドラ1ながら未勝利投手の仲間入りをされております。そして3位の、ね、矢野美濃投手、この投手ね、なんていうんですかね、便利がいいって言ったらあれなんですけどね、なんかよく投げてたなという印象がありますよね。13年間でね、386試合に投げられまして、21勝19セーブというね、成績を残されていらっしゃいます。4位はね、昨年までホークスの監督をされておりましたね、これひげのない若い頃のね、藤本博史選手でございます。藤本選手はですね、平成7年にはね、20本塁打をね、打たれた活躍をされてね、通算で715安打、105本塁打、2割3分5厘というね、成績を残されております。昭和57年の池田高校、畑山仁志投手をね、指名しているわけですが、ここね、見ていただければ分かると思うんですが、1位から5位まではね、なんと高校生のピッチャーじゃないですか。高校生にね、シフトしたという感じなんですけどね、悪く言えばですね、まあね、こんだけね、示すがね、1人ぐらいね、出てくるかなっていう感じだったのかもしれないですよね。畑山投手としてはね、2年目に5勝するまでなかなかね、結果が出せず、63年にね、バッターへ転向するもね、何回ではね、結果が残せず、まあね、太陽へ移籍いたしましてね、3年目のね、平成5年には2割8分1に14本塁打とね、ちょっとね、遅くなったわけですがね、開花するわけですよね。そしてね、5人取ったピッチャーの中に、ね、1人出てきてくれましたね、藤本修斗投手。2年目には7勝をマークしてね、4年目から3年連続2桁勝、昭和62年前、15勝でマークされましたからね。昭和58年にね、高校生の左腕小野和義投手をね、指名するもね、抽選に外れましてね、ここもなんかね、高校生の加藤新一投手に行くというね、高校生投手に行くというところで、なんかブレてない、いい感じしますよね。加藤新一投手ね、1年目からね、33試合で5勝4敗4セーブ 2.76 と活躍、6年目にはね、12勝をマークされてね、その後ですね、広島オリックス近鉄とね、渡り歩くわけで、通算92勝をマークされております。6位の佐々木誠選手はね、結構いいですよね。4年目に2割8分8人11本塁打15盗塁でレギュラーの座をつかみますとですね、平成4年には3割2分2厘で首位打者、40盗塁で盗塁王、そしてね、トレードで移籍しました西武でも平成6年に37盗塁で盗塁王と活躍、通算1599安打170本塁打242盗塁打率2割7分7厘とね、ドラフト6位開始指名からのね、成功例のお一人ですよね。昭和59年には佐々木修投手を、ね、指名するもね、抽選で外れまして、田口隆二投手を1位指名しております。しかしながら田口投手ね、通算0勝ということで、ドライしながら未勝利投手の仲間入りを、ね、されてしまっていますね。2位の湯上谷宏選手はですね、何回から福岡第一になってね、内野のユーティリティープレイヤーとして、ね、活躍されまして、16年間で855安打141盗塁2割5分8厘の、ね、成績を残されております。今回の、ね、50年代のドラフトを振り返ってまいりましたがね、武藤選手ね、4年後ね、やっぱり示しちゃってますよね。そしてね、ドラフト1位ではね、山内和弘と加藤慎一投手はね、成功のね、お二方と言えるのではないですかね。しかしね、残念ながらね、お二人ともね、100勝目前でね、ちょっとやめたというのはね、ちょっと残念ですよね。本日は南海昭和50年代のドラフトを振り返ってまいりました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では